エメラルファイトは、日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年のスプリングステークス。場名の意味は、冠名戦い。2016年4月9日、北海道浦河町の冠な吉田牧場で誕生。1歳4ヶ月までを同牧場で過ごし、藤原ファームとクロースフィールドでの育成を経て、美穂、愛沢香織厩舎に入級。 2018年6月23日の新馬戦でデビューし、石川有希人とのコンビで新馬勝ちする。続く、札幌2歳ステークスは、西野デイジーの4着、IB ステークスは、クロノジェネシスの3着だった。4戦目の朝日杯ハイフューチュリティステークスでは、ウィリアム・ビュイックが起乗し、6着ながら上がりサンハロンは、出走場中最速の33秒5をマークした。 2019年は、初戦の白梅賞を、藤岡光太騎場で制し、2勝目を挙げる。事前のスプリングステークスでは3戦ぶりに、石川が起場し、10番人気ながら、中団待機からゴール前の混戦を制して優勝。生産者のかなり吉田牧場にとっては2007年、ガーネットステークスのスリーアベニュー以来12年ぶりの、重賞制覇となった。しかし、 本番のサ月賞は念座のため回避を余儀なくされ、ぶっつけで挑んだ東京優秀では距離も合わず12着に敗れた。秋はマイル路線に矛先を向け、富士ステークスから始動。主戦の石川は出来ば過去最高と言えるくらいと自信を示していたが、結果は7着に終わる。続いて勝利経験のある京都マイルが舞台のマイルチャンピオンシップに挑戦したが、 見せ場なく再開の17着に沈んだ。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。